2012年の NFL ドラフトは77回目の NFL ドラフト。2012年4月26日から28日までの3日間、ニューヨークのラジオシティミュージックホールで開催され、NFL32 チームから合計253名の選手が指名された。初日に一巡指名の32選手、2日目には二巡と三巡の指名。 3日目には4巡から7巡の指名が行われた。1巡指名選手の発表は、ロジャー・グッテル・コミッショナーが2巡指名選手の発表は、各チームのレジェンドにより行われた。ドラフト1巡指名より、多くのトレードアップ、トレードダウンが行われた。また EA スポーツのマッテン・ NFL13 のカバーアスリートに選ばれた、デトロイト・ライオンズのカルビン・ジョンソンも登場している。 2011年シーズン、最も成績の悪かったインディアナポリスコルツから完全ウェーバー制で指名が行われた。ドラフト前の4月24日、コルツのライアン・グリグソン GM は全体1位指名で2010年にハイズイマン賞を受賞したアンドリュー・ラックを獲得することを発表した。2011年、ペイトン・マニングの連続出場がストップし、開幕から連敗続きだったコルツでは、 ファンが全体一位指名権を翌年獲得できるよう、コルツが負けることを祈るサック・フォー・ラックと呼ばれるキャンペーンも行われた。これまでのドラフトで最も多い二十六人の新人選手が招待され、そのうちの二十名がドラフト一順で指名された。七順まで二百五十三名が指名され、アメリカ国外からもカナダのタイロン・クロフォード、フィリップ・ブレイク、イギリスのジャック・クロフォード、 アンゴラのクリストビルキリ、ドイツのマーカスクーンの5選手が指名を受けた。一巡指名の順序は、レギュラーシーズンの成績が悪かったチームから順に次の、通り決められた。シーズンの勝率が同じであった場合、よりタイトなスケジュールだったチームが優先された。またプレイオフに進出したチームは、プレイオフを逃したチームより、後とされ、第46回スーパーボール優勝の、 ニューヨークジャイアンツが最後となった。日本時間4月27日、ガオラが日本のテレビ局としては初めて NFL ドラフトの生中継を行った。全米では ESPN と NFL ネットワークが放送をしており、ディオン・サンダースが司会を行った。I7 月12日に補足ドラフトが行われた。8人の選手がエントリーしたが、二巡でクリーブランド・ブラウンズが ゴードンを指名したた。だけであったブラウンズは2013年のドラフトでドラフト二巡指名権を失うこととなる。ありがとうございます。